関しまして、下県の花束がそれぞれ贈られます。本日の JBC 試合役員は、インスペクター本橋良太郎、タイムキーパー信岡勝夫、同じくタイムキーパー田中優俊、コミッションドクター内田直弘、同じくコミッションドクター笠原雅人、スーパーバイザー田中恵子、同じくスーパーバイザー岡根秀夫、以上の役員でお送りしています。本日のメインイベント、日本ユーススーパーウェルター級王座決定8回戦を行います。赤コーナー153ポンド2分の1フジュール所属、日本スーパーウェルター級9位中野154ポンド、 K ワールド3所属、佐々木ルーク。青コーナー北村信之、同じく今村智博、同じく池原信人、レフェリー野田正彦。もうちょっと。
チームの登場です。私は中野で福井で登場、2009年5月生まれ、滋賀県大津市出身。デビュー2022年8月、戦績4戦3勝1引き分け、3勝のうち2つの KO 勝ちが含まれています。対しますはオコーナー佐々木ルク K ワールド3所属、2002年9月生まれ、兵庫県姫路市出身。デビュー2021年5月、戦績8戦5勝1敗2引き分け、5勝のうち3つの KO 勝ちが含まれています。Thank you.
合わせれるぞ。
やめろ。
Come on!
パーウェルター級王座決定戦採点の結果を発表いたします。ジャッジ北村信之76対76、ジャッジ今村智弘77対75、ジャッジ池原信人78対74、以上2対0の判定により勝者、日本ユーススーパーウェルター級新チャンピオン、佐々木レッド。勝ち切れたポイント、佐々木選手はどういったところが今日は勝ち切れたポイントだと思いますか？いや、中野麗選手はもう結構もうめっちゃ試合見てて、僕の先輩2人やってたんですよ、K-1 の先輩が2人やってて、まあ、負けと引き分けやったんで、その先輩らは絶対勝ってくれ言われて、まあ、僕はイメージから17分に出てきて、そこからボクシング始めて、まあ、中野選手がラストって言ったらあんまボクシングしろってなんで、そこで、まあ、勝ったっていう、めちゃ嬉しいです。佐々木選手、こう、まあ、デビュー当時から、ね、私担当させてもらってますけど、もう左フックのカウンターがもう掴みましたね。掴んじゃったまだ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 全然まだ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 今序盤にね、一発こう左フックのカウンター綺麗に入りましたけど、あ、そうなんですか、気づいてないですか。しかしね、中野選手も本当にアマチュア経験豊富で、大変こうインサイドからの的確なパンチ、強かったと思いますが、いかがでしたか？いや、バリ強いです。もうあんま頭めっちゃ顔でかいの、打たれないですけど、マジ結構耳痛いですもん、今。やばいです。耳もやばいです。十分もう回ってますよ、聞こえてますんで、めっちゃ。はい、さあ、このね、本当に重いベルトですけども、今後どうしましょう？防衛に走るのか、これで、日本ランキング9位の中野選手を破りましたので、ランキングにも見えてきましたが、いかがですか？もう早く日本、とりあえず日本、次のベルト取りたいんで、もうまた一から本気で練習する。ここが目立つところじゃないんで、いくところに行く。ありがとうございます。ファンの皆さんはちょっと厳しめの声も飛んでましたけど、聞こえてました、試合途中で。ベッド多分20万くらいですもんね。それはちょっとね、いや、やっぱ僕、やっぱお金ないんで、大体のスポンサー様に買ってほしい。スポンサー買ってくれる。スポンサー、スポンサー、買ってください。さあ、さあ、本当に場内沸かしてくれる新チャンピオンですが、ね、今後の目標も一言お願いします。とりあえず、次は日本チャンピオンになります。次のベルト取るまで引き続き頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見事なニュース
審判員会長審査局に伺いました佐々木武選手のお話を伺いました。これをもちまして本日の試合は全て終了いたしました。ご来場誠にありがとうございました。